リートン、ソッシーのラジオ歴史小話、じゃが思わずシェアしたくなる歴史の話ということで、前回からですね、毛利元就、はい、三本の矢で有名な毛利元就を扱っておりますが、うん、前回の幼少期、ソッシーよりもですね、悲惨な人がいるのかというぐらいのまあ、なかなか死別ありの、はい、横領ありの、でもそんな中ね、養母の力で、まあ、育ち、そしてようやく大人になったかと思いきや兄貴が死んじゃうということで、うんうんうん、その後のね毛利元就どうなっていくのかというところですが、はい、最初にですね、毛利元就さん、うん、こうやってったところで、うん、兄貴がね、うん、死んだとはいえ、うん、はい、まあ、兄貴には息子がいたわけですよ。ほうほうほう。そうすると、うん、まあ、本家、ご本家の、はい、その、まあ、本社の社長っていうのは、その、息子が、はい、兄貴のね、自分、森元就から見たら、甥っ子だわな、うん、甥っ子が継ぐべきということになり、はい、あくまでも森元就は子会社の社長というかね、分家の棟梁ということで、うん、はい、住んでた領地から田地比元就っていうふうに名乗ってたわけですよ。名字が毛利じゃなくて田地比、田地比、うんうんうん、毛利本家じゃなくて自分が住んでた田地比という土地名、はい、うん、これをね、使って田地比元就だ、周りからも田地比殿と、はい、あくまでもあなたは分家の人よという立場だったわけです、うん、本家じゃないよと、本家じゃないよというところだったんですが、うんうん、まあ、そんな兄貴が死んじゃうで、元就もまだ19とか20歳とか、うん、お若い、はい、若いと、若いですね。で、毛利自体も別に決して大きくない、うん、毛利というその家系、家系がまだね全然ちっちゃい、もう本当にもうちょっとね、村長に毛が生えたぐらいのもんだと、あ、はい、全然大きくないですね、全然大きくないと、うん、そういう状況の中、うん、当時ね、安芸国、その広島、今の広島県の一部だな、うん、はい、その安芸国で俺はこの国を支配したいぜと、うん、一人の男がいたわけです。ほうほうほう。その人はですね、武田、はい、武田さん武田元重って呼んだらいいのかな、はい、ちょっと読み方ちゃんと分かってないんだけど、うんうん、元気の元に繁栄の繁、はい、繁栄の繁って書いて、うん、まあ多分武田元重でいいかな、読み方、まあ、という人がいるわけです。この人武田、はい、うん、武田というのはあの武田信玄の武田、はい、と同じ系統の人で、うんうんうん、なので武田、甲斐の武田、山梨県の武田氏っていうのは、うん、これはもともと源氏の末裔なわけですよ、うんうん、はい、まあ、源氏に連なる名門ですな、武家の。そうですね、うん、源氏といったら征夷大将軍蛍源氏、うん、ねえ、源氏といったら、まあ、これはもう高貴な権威があるわけです、うん、ありますね、ネームバリューあります。当時、まあ戦国時代という時代ではあったものの、やっぱりまだ室町幕府も滅んでないし、うん、やっぱ源氏武士といったら源氏。その中、本家、その武田家のね、本家ってのは山梨県である、うん、武田信玄とかの家系なんだけれども、はい、まあ、その分家の流れで広島とかそっちの方にいた武田氏という人たちっていうのはね、もともと広島県とかそっちの方での、うん、守護という、まあ、権威ある立場だったんだけれども、うん、まあ、それがちょっと没落しかけている、はあはあ、力をその失いかけて、ね、ちょっと、うん、失いかけてあったところが、うん、今紹介した武田元重さんという人は光雨と劉邦の光雨、覚えてる？光雨って誰だっけ？光雨ですよね、あの光雨、そう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 、光雨、うん、だよ、光雨、うん、もちろん僕も知ってるんですけど、一応念のためちょっとリートン解説してくれない？そうだね、リスナーの方、うん、ソッシーがねいくら知ってもね、リスナーの方が知らなかったあれなので、光雨という人は、はいはい、昔その漢の時代の前、はい、うん、中国の秦の始皇帝が死んだ後、秦という国が分裂して滅亡して混乱期にあった、うん、はい、その時に光雨と劉邦という2人の人物が相争って、うん、最終的には劉邦が勝って漢って漢帝国が作られていくという流れになっていくんだけど、その光雨という天下争った人物で、この人最終的に負けちゃうんだけど、個人の武力、武将としての力、戦争屋としての力っていうのは非常に古代中国の中でも1、2を争う強い人
なんか劉邦も戦わない方がいいっていう風に部下に言われて、ね、なんかそんな話ですよね。そう、うん、その項羽と歌われるぐらいの力を持ってた、はい、元重さん、武田元重さん。え、その武力が強いっていうのはその個人としての力が強いのかな。そう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 、はいはいはい、個人としての力とか、まあ、戦争の指導者としての力量だよね、うん、戦争が上手とかそういったあの実際に喧嘩が強いとか、うんうんうん、あこっち行ってこういう風にしたら勝てるぞとかっていうのが上手だった。だから非常に戦争も上手で、うん、権威、その、はい、武田家という権威も持ってる、うん、この二枚看板を持った武田元重が、うん、おっしゃ、じゃあ秋の国統一しちゃるかなと。いや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 、これ毛利家からしたらすごい厄介なね、厄介だよね、存在がこんな秋の国にやってきて、たまったもんじゃないですよね。うん、そういるわけだ、そいつらが。それでいよいよもう毛利家っていうのは今当主がね、うん、若人にして、はい、本家は、うん、まだまだガキンチョやし、そのなんだあサポート役の立ち元成、うんまだ本家ついてないから、はい、タジヒね、タジヒなんてのまだ二十歳やそこらやろと、うん、はいはいはい、こんなやつらもん蹴散らして、うん、オラが国統一したるわと、あおい、オラこうだぞと、うん、こういうふうに勇んで戦いに臨んできたわけです、うん、もうなんならね、左手一本で蹴散らせぐらいの力の差を感じます、ね、お前なんてなと小指で十分や、小指でうんうんね、それぐらいの勢いでやってきたんですが、がなんとこの毛利元成、はいまあ、後にね、うん、もうめんどくさいがもう毛利元成と言いますよ、うんはい、毛利元成さん1517年、はい、その兄貴が死んだ翌年ですな、うん、武田元重がその元重と戦って、うん戦って首取っちゃうわけですよ。打ち取っちゃうわけですよ。え、だって幸運ですよね。幸運じゃないですけど、幸運と歌われるぐらいのね、人間を、これを有田合戦、有田中出の戦いとかっても言ったりするんだけど、うん、長いからもう俺は有田合戦って呼んでるんだけど、はいはい、この有田合戦、はい、西の桶狭間と言われるぐらい劇的な勝利と。いや、桶狭間の戦いっていうのはね、これはもう、うん、あのまあ場所が実際桶狭間じゃなくて田楽狭間だったとか、いろんな話あるんだけれども、うん、まあ、織田信長が先制勝なのに、うん、自分よりも強敵だった今川義元を倒した、うんうん、これはもう変わらない事実として残ってるわけだ。この桶狭間の戦いっていうのは1560年なので、うんうんうん、それを遡ること43年前だから、そうですね、元成からしたらふざけるなと、桶狭間の戦いこそ東の有田合戦だという気持ちはあるかもしれないけれども、まあそこはね、まあ知名度の差ですわ、知名度の差で、まあ西の桶狭間と呼ばれちゃってるんだけれども、非常に劇的な勝利で、おお元成若いけどすごいじゃないかと、いや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 、実力を見せつけたわけですよ。かっちょいいっすね。だってなんかさっき毛利家って村長にちょっと毛が生えたぐらいみたいな感じですごい弱いイメージで聞いてましたよ。そうそうそう、ね、もう相手方、まあ、5000とかね、うん、そんな中、まあ、その人数は本当かどうか分かんないけど、一説によれば300とかね、1000人とかぐらいしかいなくて、5倍以上の敵を蹴散らすっていうのは、これはもうみんなびっくらこいたわけですよ。誰も元成がそんなことできるなんて思ってなかったんです。しかも元成、うん、初陣ときたもんだ。マジっすか。初めての戦い、初めての中という感じで、もう初めてでそっか、まだ20歳、いきなり強敵の首チョンパですよこれ。いや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 、これは毛利家にエース現る、エース現る、もう中国地方に、うん、もうスカウト総立ちだよね、うん、もうこれはないぞと、名を驚かせるとはこのことだと、もう特営スカウトっていう感じで、来た来た来た、ということで、ここで毛利元成、うん、はい、文系から本家、はい、27歳ね、そこまでで、はい、まあ、自分のね、甥っ子を、まあ、殺したという説もあるんだけれども、お、まあ、1523年にその、うん、自分の甥っ子が、兄貴の忘れがたみが、
はい、わずか9歳で死去すると、うん、いや有田合戦にも勝ってる、戦争指導力もある、うん、そして血筋的にも、うん、ね、その仙台の、まあ、東大はその死んじゃった、はい、あ、若い仙台の弟、うん、まあ、直系男子である毛利元就が本家を継ぐべきだということで、それまでね多治妃、分家の多治妃元就さんだったのが27歳で毛利本家の家督を継ぎ、我らが知っている毛利元就という名前にここでね名実ともになっていくということで、やっぱり実力を見せつけるっていうね、この苦労しました、幼少期困窮しましたっていうだけでダメな人間だと、ガツンとガツンと勝利、大成功をね、大成功を示したということで、毛利元就という人、非常に戦術家、まあ、個人の武力がね、個人の腕力がどれだけ強かったかっていうのはちょっと分かんないですけど、はい、非常に戦上手だった、うん、わけです。でこの西の桶狭間と言われている有田合戦、はい、桶狭間と有田合戦、うん、そしてすごい昔だけ 4,5 年前かな、うん、川越野戦って取り上げたの覚えてるかな、うんうんうん、覚えてます覚えてます、川越野戦、この3つが三大奇襲と言われて、日本戦国時代のね三大奇襲と言われて、一つに毛利元就の初陣が、いや初陣、初陣すげえデビュー戦ですよね、だからね、いやーかっちょえ、初めての中もうちょっとなんかセンセーショナルな感じにとどめておいてくださいよ、でもこれコロスケもびっくりだよびっくりですよ、びっくりということで、ここでついに、うん、世の中デビュー戦も勝利で飾り、うんうん、そして、ね、自分の甥っ子が亡くなった後には毛利本家も次、うん、毛利元就、村長に毛が生えたぐらいの毛利家をこの後どう拡大していくのかということで、はい、次週、皆さん刮目して待て、ここまでのお相手は私リートンとソッシュでお届けしました。バイバイ、 バイバイ。ラジ歴をお聞きいただいている皆さん、いつも本当にありがとうございます。ラジ歴ではこのメインチャンネル以外にもですね、日曜ラジ歴や新聞解説ながら聞き、日本史総復習編の全エピソード、こちらをラジ歴会員サイトの方で公開しております。ぜひこちらの方のね会員サイトにも皆さん登録していただければと思いますので、概要欄の方に会員サイトへの URL、 登録方法、こちらを記載しております。メールアドレスがあれば登録誰でもどなたでもできるようになっておりますし、お聞きいただく際にはですねブラウザ経由とはなりますけれども、インターネット環境があれば皆さん聞くことができますので、ぜひ会員登録の方よろしくお願いします。